夢のことのは TV、 言霊歌いまこです。こんにちは。今日はとってもまた素敵な方にゲストに来ていただきました。こちら寺本裕介さんです。寺本裕介です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう寺本裕介さんはですね、もう本当に若いのに日本の伝統の本当朝のこととかをなさっててですね、それをまたお仕事で生かしてらっしゃるというので、とても素晴らしい方なんですね。それで今回ちょっとぜひお話を聞きたいと思いまして、はい、ゲストに来ていただいたんですけど、裕介さん本当ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。裕介さんは本当に CBD っていう今商品を開発と販売となさってるんですけれど、はい、そのことについてお話を伺ってよろしいでしょうか。お願いします。よろしくお願いします。はい、どのような製品で、皆さん知らない方も多いと思うんですね、 CBD について、うん、はい、ちょっと説明していただけますか。はい、そうですね、 CBD というのが、朝の植物、主に大麻、大麻草ですねに含まれる、健康成分の一つで、ビタミンとか、ミネラルとかっていうのと同じ、似たような類で思っていただければ分かりやすいんですけど、一般的に言われる大麻草の日本ではダメと言われる成分が THC っていうんですけども、それとはまた別で CBD っていう、体の調子、調律を測ってくれる成分ですね。はい、でそれを、吸うタイプのアイテムだったり、あとは飲むタイプのオイルっていう、その商品化して、製造と販売をさせていただいてるっていう感じですね。素晴らしいですね。はい、それをしようと思ったきっかけはどのようなことでしょうか。そうですね、きっかけは僕が、CBD っていうの成分がすごいっていう話は、ずっと聞いてまして、でたまたまこうサッカーが大好きなんですけど、サッカーをしてる時に足を捻挫しまして、でその時に CBD クリームが好きなブランドから販売されてたんで、試しに使ってみようと思って、で塗った時に、僕の場合はもう次の日に、もうすぐに治ったって、治ったっていうのは多分言ってはいけないとは思うんですけど、はい、僕の場合は本当またサッカーがすぐにできるようになったっていうところで、で CBD ってすごいっていうのに気づいて、そこから CBD のコーヒーだったり、吸うタイプだったりサプリメントだったりっていうのを摂取して使っていく中で、でこれなんていうんですかね、その時はまだ CBD ってこう結構高かったので、だったらもっとより良い成分で、20歳とかそういう子たちも手軽に使ってもらえるような価格帯で、でそういう商品をこうプロデュースできたらなっていうのを考えて、で、そう思ってたらそういうご縁をいただいて、で製造販売に素晴らしいですね。いたっていう感じですね。いや、CBD は私も裕介さんと出会ってから初めて知ったんですけど、その後になぜか他の方から CBD のクリームいただいたんですよ。で、あれすごくいいですね。本当ですか。はい、すっごくいいんですよ。いや、私なんかちょっと横着してですね、出かける前に服がこうちょっとくしゃってなってて、でちょっとアイロンをやけどしちゃやばいなと思いながらも、こうした時ちょっとあちってやってしまったんですよ。でそれで CBD クリームを塗ったらもう全然後にも残ってなくて、すごい素晴らしいと思って、全然痛みもなかったんですよ。そうですね、本当そのやけどでしたっけ。はい、もうまさにそうで、抗炎症化、あと抗酸化、っていうとこがこう CBD っていう成分がすごくて、だからやけどだったりとか炎症なのでニキビとか、体の表面でいうとそういうところに対してすごくね効果が期待されてたりとか、あとは、体の中の炎症もそうですね。そう、胃だったり腸だったりがこう炎症を起こしたりとかっていうのに対してもすごく効果が期待されてる成分。ああ、いいですね。ぜひ今度ちょっと試してみたいと先ほどもお話したんですけど、ぜひぜひ。はい、では次ちょっとお願いします。で、そのね、巷にも、
まだちょっと認知度は低いですけれども、まあ、少しずつこう出回ってると思うんですけど、はい、他のところとユースケさんのところの 商品の違いというのをお聞きしていいですか。これはもう僕が何かを作る時のテーマの一つなんですけども、はい、人が喜ぶものとか、はい、人が本当に健康になるものっていうのがテーマなので、はい、なのでまあ普段の、ね、その食事だったりお酒に関してもやっぱり何ですかね、添加物加えて、熱でアルコールを飛ばして殺菌して人工アルコールを入れてみたいな、それもお酒だし、ちゃんと蔵で発酵させて微生物菌がアルコールを作り出してっていうお酒もあるし、はい、どっちもお酒って一緒の呼び方はしますけど全然別物なんですよね、と同じように全て考えてるのでなので CBD に関しても、その CBD という成分は入ってるけど他添加されてるものがどうかってなった時に、どうしても、ね、あるブランドに関してはちょっと派手なだったりとか、あとはやっぱりこう僕の中で今の若者のお金のボーダーというか、なんかこれを超えると高い、これを超えると安いっていうボーダーが3000円かなっていうのがずっとあったので、なのでこう3000円台でもうオーガニック、 CBD もオーガニック、香りもオーガニック、希釈してるオイルも体にいいオイルでオーガニックっていうとこをテーマにして、それを3000円台で販売するっていうのが、そこがすごいですよね。だってもともと高価なものですからね、はい、そうですね、それをね、はい、自社努力でされてるっていうところがすごいですね。 ありがとうございます。素晴らしいです。では次、あ、こちらがゆうすけさんのところで。あ、そうですね。あ、すごいですね。ちょっと商品の紹介していただけますか。はい、この2つが、リキッドタイプで数タイプのものですね。あ、はい、でそういう、蒸気にさせるようなデバイスにこのリキッドを装填して吸う、で吸って肺から、CBD を吸収していくっていうものですね。はい、でこっちが、オイルタイプでスポイドになってるの で、でこれで、ベロの下に数滴落として、ベロの下の毛細血管から吸収していく、舌下吸収、舌下吸収、ね、はい、するものですね。なので、まあ、蒸気のタイプは吸収がすごく早い、ですぐに体感が出るっていうのが特徴 でオイルのタイプは吸収はちょっと時間がかかる、けどコーヒーに入れていただいたりとか、まあ、もうドリンクお酒でもいいですしですね。であとはもうコスパがすごくいいっていう、あ、もう3ヶ月ぐらい持つので、あ、それは、はい、いいですね。なので、まあ、パッと体感できるすごくリーズナブルで長く使っていただいてじんわり体感していただくっていう、その大きく分けて2つですね。素晴らしいですね、はい、では次お願いします。これはこれがさっきのオイルですね。で、まあ、CBD っていう成分がこの中に 40% 含まれてます、はい、なのでこれが 10ml なので、なので CBD が 4000mg 含まれてる形ですね。ベルガモットの香りなんです、ね、はい、素敵。でこれは眠りにすごく特化したものなので、なのでベルガモット睡眠に導入しやすい、はい、香りだったり、好きです、いい香りですよね。もうめちゃくちゃいい香りです。いい香り。で、あとはこの CBD っていうのはあくまで麻の一つの成分で、はい、他にも CBG、CBN、CBT、CBC っていう、はい、まあ、ビタミンもそうですけど、はい、いろんな栄養素が複合的にチームでこう作用するものなので、はい、そういった CBD 以外の他の朝が持ってる成分も入れてる形ですね。ああ、それも全部オーガニックで。素晴らしいですね。はい、では次で、これが数タイプですね。あ、はい、では次、はい、でイベントがあったんですかね。あ、そうです。どのようなことなさってたんですかね。朝ツアー
っていうのを、はい、10月に企画させていただきまして、定期的になさってるんですよね。あ、でもね、これは前第1回目です、ね、あ、第1回、はい、これからまた定期的にっていうことですね。やっていこうと思ってます。はい。で、その CBD の事業を始めたテーマのもう一つが、はい、一つが人の健康、はい、で、もう一つが、朝日本の文化への貢献っていうのをテーマにしてまして、もうそこが素晴らしいですよね。本当にやっぱり日本に生まれてて、で今の私たちっていうのがその日本の文化がこうだんだん知らないうちにこう廃れていくっていうのが私もとても残念に思うんですよね、はい、で自分が言霊歌いってこう名前をつけてるように、日本が大好きで日本の言霊っていうのを大事にしてるので、うん、ゆうすけさんのその活動っていうか、その日本文化をね守る活動じゃないですか、はい、朝ってね、もう昔は本当に日本の風土、そのもうそこら中に朝が生えてたのに、今もうほとんど生えてないですもんね。そうですね、もう、まあ、生やしてはいけないってないってなってですね、やっぱり戦後の教育っていうか政策でですね、うん、はい、それをまあ少しずつこう今復活ねさせようっていう動きもありなかった、うん、ありますね、うん、はい、でそういう朝ツアーで、ちなみにどこにどのような感じで行かれたんですか。これは栃木県の、はい、野州朝工房さん、はい、という栃木城っていう大麻の品種がありまして、はい、でその品種を所有している農家さんなんですよ、で、まあ、日本戦前は大麻農家さんっていうのが3万7千件農家さんが日本中にあったんですけど、はい、まあ、そのね、アメリカで禁酒法っていうお酒を禁止する法律ができて、はい、その取り締まりのために取締員を大量に雇用して、はい、でも禁酒法が結局数年でなくなってしまったので、じゃあこの捜査員たちが職を失ってしまう、じゃあ次なる何かを禁止しないといけないってなって大麻草が禁止されたんですよ。そういういきさつがあったんですか。いきさつがあって、すごい、あとアメリカで石油産業が伸びてたので、ガソリンだったり服、あと紙、はい、ただこれら全部大麻草で本当はできちゃうんですよね。できるんですよね、そこがね。ってなった時にその石油産業のやっぱり邪魔になるものっていう風に捉えられたので、まあ、そういう医学的根拠が何もないままとにかく禁止っていう風になって、で戦争でね、アメリカが勝ったことによってそのままその規制が日本にやってきたっていう形で、そうですね、ってなった時にこう、それまでね日本の文化ですごく大麻草って根付いてたものがですよ、ね、結局それで制約を受けたことによって朝農家さんがもう今30軒未満まで減ってしまったんですよね。3万3千からもう30軒未満、そうです、ね、3万7千から3万7千から30軒未満となった時に、僕はずっとなんか日本人で生まれて日本のために何かできないのかなっていうのはもうぼんやりと考えてまして、じゃあその時に CBD を好きになった、そのお仕事をするようになった、じゃあもともと CBD って何ってなった時に大麻草なわけなので、じゃあその大麻草を調べた時にすごく日本の文化と精神と密接じゃないかってなった時に、あ、じゃあそこから何かこうね文化の役に立つことはできないかなっていうところで、その大麻草って本当はこういう植物なんだよとか、もちろんやっちゃいけないことはやっちゃいけないですけど日本では、ね、そうじゃない部分がちゃんとあるんだよっていう、そのルーツとか歴史がこういうふうにあるんだよっていうのをなんか一人でもね多くの人にこう知っていただけたらなって、賛同してほしいとかっていうのは別になくて、ただちゃんと事実は事実で知っていただくきっかけになれたらなっていうふうに思ってまして、こういうツアーを素晴らしいですね、はい、では次お願いします。あ、こちらがね、ゆうすけさんの師匠って言われる方々のね、はい、はい、どうぞ ご紹介お願いします、はい、そうですね、僕がもうこういった考えで
事業とかを、まあ、もう生活もですね、はい、するようになった本当に大きな大きなきっかけがこのハットをかぶってらっしゃる福井武っていう、フィリピンと千葉で二重の生活をされている方なんですけども。そうなんですね。もう初めて会った時からずっとこんこんとその仕事とは何ぞや、お金っていうものは何ぞや、じゃあなんで日本で生まれたのとか、こうどういったことで日本知ってたら日本人って言えるのとか、そういったこともずっとあの投げかけてくださる師匠で、あのお話聞きました、はい、あの働くとはっていう そうですね、あの言葉がどうぞ皆さんにもお伝えください。そうですね、そういったいろんなことを教えてもらったことの一つに、あのね、まあ、ゆうすけって言うんですけど、あのゆうすけさ、働くって何ってこう聞かれて、働くはお給料もらうことですかみたいな、違うよって言って、働くは旗を楽にするが語源なんだよって。旗っていうのはあの旗から見ればとか、まあ、他人っていう意味ですね、はい、なので自分が他人の役に立って他人を楽にする、役に立つ、喜んでもらうことが働くだよって。なのでみんなそこを忘れちゃって、お金お金ってなるから人が喜ばないでしょって、だからお金もらえないんだよって。素晴らしいですね、はい、もう本当その話を聞いて本当に素晴らしいなと思いました。そうですね、なのでその師匠の考え方を学ばなければこういった発想で事業はしてないですし、はい、まあ、そういったね、こういうね本も出されてる方なんですけど、アマゾンとかでね、はい、福井武で検索していただくと題名のない本っていうのが出てきますので、まあ、本当僕がこういう事業だったり文化に貢献したいっていうもう根本きっかけになるような本なので、まあなんかねそういう何か始めたいとか生き方に迷ってるとかっていう方はぜひ見ていただけたらすごくいいのかなって思ってます。ありがとうございます、はい、ご紹介いただきまして、ではでこちら、はい、これが朝農家さんに、みんなで、はい、朝ツアーで行った時の何をなさってるんですかね今。これが大麻草でお守りを作っているところで、はい、で大麻草はねその日本の神社の総本山伊勢神宮、はい、伊勢神宮でお守り買ったことがある方は見たことあるかなと思うんですけど、伊勢神宮のお守りって伊勢大麻って書いてるんです、ね、伊勢大沼って言うんですけど、はい、そうで、あれ昔戦前までは本当に大麻草が中に入ってて、本当は大麻草ってそういうものなんですけど、で、その大麻草のお守りっていうのがまあこうね、邪気を払ったり、身を清めるっていうのを信じられてきたので、それをまあみんなで作ってるところですね、素晴らしいですね、はい、でこれがその大麻農家さんでの写真です。大麻農家さんね、師匠の横にいらっしゃる方が大麻農家さんです ね、数少ない、はい、ではまた次、これが作ったお守りですね。素敵ですね、とっても。いやでも本当丁寧にこの1本で2時間ぐらいですかね、かけて。そうだったんですね。いや絶対これ作りたいって方多いと思いますよ。すごくね本当もうなんか作りながらも身が清められるなっていう。今年もぜひなさってくださいね。あ、ぜひぜひもう、はいね、はい、またその時はご案内できたらいいなと思いますので、あ、よろしくお願いします、ね、はい、ではまた次お願いします。で、作るだけではなくて、はい、実際に最前線にいらっしゃる、はい、大麻農家さんに、はい、ね、一番この大麻草っていう植物と触れられてきてる方なわけなので、じゃあこの方直接大麻草ってこういうものだよっていうのを皆さんに、ね、はい、お話ししていただいてるシーンですね、はい、こうやって少しずつこう広まっていくといいですよ ね。ちなみにこの建物の壁とか全部これ大麻草です。あ、そうなんですね、はい、
素晴らしい。ヘンプコンクリートですね。はい、はい、では次お願いします。では、今大麻のねお話をされていて、もう本当に素晴らしいことなさってるんですけれども、今また新たにですね、もう本当にこう若くて社長さんなんですけど、その他の事業もなさってるっていう、そのお話も教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、あの株式会社1991は、まあ、僕の生まれ年の1991ですねという、まあ会社の代表取締役をさせていただいてるんですけども、一つが今ご紹介させていただいた CBD の製造販売の事業で、もう一つ、一戸建ての方対象の何か役に立ってもらえるようなサービスとかっていうところで、一つがプロパンガスの切り替えの提案っていうのを事業でやってまして、はい、まあ簡潔に言うと、まあ、これはもう節約に役立つものですね。でプロパンガス、僕ずっと大阪だったので都市ガスなんですよ、で福岡に移住してきたんですけども、あのプロパンガスになった途端も高っってなって、はい、これどうにかできないのって調べ出した時に、プロパンガスって自由料金なんですね。ねえ、そうなんですね。国が定めてなくて、もういいねなんですよ全部、はいはい、各お宅によって値段がバラバラで、ほぼ全ての家庭がちょっと高めに設定されてるんですね。ねえ、それ知らなかったです、はい、なのでガスの中身は一緒なので、それを提供している会社がいくつかあって、はい、切り替えることでじゃ あの前のところに安くしとくんでって言ってガクンと料金が下がるっていうのがプロパンガス でその切り替えとかも別に費用かからないんですよ。あ、そうなんですね。なので知ってれば得するっていうところで、これを聞いてる方でね、そうですね、心当たりのある方はぜひ連絡ね、はい、費用がかからないので、まあ、間違いなくもう切り替えた方が、ね、節約につながるので、まあ、そこでぜひ一本問い合わせいただけたら、はい、ご紹介というか、あ、じゃあここのガス会社さんの方が安くなりますっていうのを、ご紹介させていただいている感じです。あ、いいですね、はい、やっぱり人の役に立つっていうコンセプトはそのままに、はいはい、他にもなさってることもあるんですよね。はい、もう一つが、これも一戸建ての方対象なんですけども、火災保険の申請のサポートっていうお仕事を、させていただいてまして、でこれも知ってれば得するっていうものなんですけど日本の一戸建ての方の 90% 以上が火災保険に加入されてるんですけども、その名前的に火事じゃないと使えないって思ってる方がもうほとんどなんですよ。ただ実際は強い雨とか風とか、雪、まあ、あと地震もですね、はい、で壁とか屋根にちょっとした亀裂が入ったり、はい、ちょっと雨どいが外れたり、これに適用できるんですよ。ねえ、そうなんですね、はい、ただそのことを知らなくて実費を払って工務店に直してもらうっていう人たちがすごく多くて、じゃあそのことをお教えして、はい、でその調査と申請まで全部うちが代行でやってまして、でその屋根の傷の写真をちゃんと見逃さずに撮って、はい、見積書を作って、で加入されてる火災保険の会社にちゃんと申請させていただく、でお金は家主さんですね、はい、に傷に応じて振り込まれるっていうような、それはいいですよね。多分火災保険入ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そういうのに使えるって本当知らなくて実費で直してる方本当多いと思います。いや本当多いですね。もう、はい、僕の実家も雨どいが外れて、はい、お母さんが知らなくて工務店に頼んで20万ぐらい払ったのかな、あら、で僕が帰った時に、はい、それ火災保険使えるよって言って申請したんですよ、はい、そしたら142万降りて、おお、そうなんですね。で火災保険で何回申請しても保険代上がらないので何回でも使えるというところと、はい、あとは3年以内の傷しか対象にならないので、3年経っちゃうとここでついた傷はもう申請できないんですよ。そうなんですね。なので本当は3年おきにも申請した方がいいっていうものが火災保険なんです。ああ、
それね、知らない方はね朗報ですよね、はい、今知った方はぜひゆうすけさんにっていう感じですよね、はい、も初期費用がかかったりするものじゃないので、あの調査も申請もお財布を開いてもらうようなことは一切ないので、あのぜひ気軽にお問い合わせいただけたらと思います、ね、もうぜひぜひ自分で申請するのは大変な方は、ね、代行してもらえてちゃんと火災保険からお金も降りるということで ね、僕に降りるわけじゃないの で、ね、僕は一切もうタッチしないです、ね、お客さんにいてお客さんあの本当にいいことばっかりですよね、まあ、それがもうテーマで事業をやってるので、ね、いやもう素晴らしいと思います、はい、他にもうお時間も迫ってまいりましたので最後にこう言うことがあったらおっしゃってくださいませ。あ、そうですね、まあ、僕は、人の役に立つ、はい、人が喜ぶもの、はいはい、っていうのをまず第一で、その対価としてねお金をいただけることもあれば、はい、お魚いただくこともあれば、はい、ね、何か僕が困った時に手伝ってくれることもあればっていう、はい、だからいろんな種類の別にありがとうっていうお返しのエネルギーがあるだけで循環ですよね、はい、そういうね、なので、まあ、お金が第一、そのためだったら何してもいいとは僕は全くこう考えが違うので、それが素晴らしいです、はい、本当に。なのでその中でこう目の前の方の、ね、役に立ちながら、ひいては日本で生まれたわけなので、日本に対して少しでもね役に立つことを引き続き、微力ながらやっていけたらなと思ってます。素晴らしいです。今最後にこう日本と大麻の歴史あるのも最後にちらっとここに触れてお願いします、はい、ね、見ていただいているの日本人の皆様だと思うので、僕もそうですけど、新年の、ね、神社のお参りも、鳥居にかけられている縄は大麻草なんですよね、でカランカランっていう鳴らす鈴縄、あれも大麻草、はいはい、お祓いの時に神主さんが振るあの中にも大麻草が練り込まれてます、はい、すごく、日本の精神と結びついているものなので、都合のいい時はその縄の前で頭を下げる、都合のいい時は大麻撲滅っていうね、今すごく矛盾したことが起きているので、吸って、そうですね、大麻を吸って楽しむのは日本ではダメだからそれはダメ、でも大麻全部がダメなわけじゃなくて、大麻草にはこういう素晴らしい一面もあるっていう両方、知っていただいて、で、植物大麻草っていうね植物だったり日本文化の理解を深めるこう少しきっかけになれると嬉しいので、はい、ぜひ、糸 CBD これも検索で出てきますので、はい、少しで調べていただけたら嬉しいです。これをご紹介お願いします、はい、これが、神社の、カランカランって鳴らすお賽銭箱のところにある鈴縄ですね。で、その CBD 事業の売り上げの一部をずっと大麻農家さんに寄付をさせていただいてまして、でその寄付金で作っていただいた鈴縄なんですけども、まあ、これは徳島の神社に奉納されるみたい でそのやっぱり大麻草に触れて、大麻草がね汚れを払い清めるっていう効果があるので、で神様に対してお参りをするっていうのが日本の精神だったり文化なので、だそれがね今どんどん石油の縄に変わっていってしまってるんですよ。ありがたみがないですね。それはそうですね、払い清めもないですしね、はい、やっぱり神社さんとしても本当は大麻草の縄にしたいですけど、やっぱりこう費用面だったりとかで石油の縄を使わざるを得ないっていう神社がすごく多いので、こうやってこう一社ずつでも大麻草のねなんか縄を使っていただける神社が増えたら嬉しいなと思って、もうちょっとね見た時泣きそうだったんですけど、はい、はいはい、そういうものですね。もう本当に今日は素晴らしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。寺本裕介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
聞こえますか私の音が聞こえますか私の歌が聞こえますか私の響きが。何もわからない。